シャツを腕に行くだったら11着買う必要がなくなりますよ。別に洗濯はしていい、臭くないですよ。だからその分11着の T シャツを作ることが社会にとって実は無駄なんですよ。 でも無駄なことだけどみんなグルグルって、そういうのを削り落として本当に人が幸せになっているのは何が必要なのかっていうところだけに特化して作っていくと、そこまで大きな生産量の分量実は必要ないんじゃないかなと思っています。で、そこでじゃあ生産っていうのが、コストはその車1台作るのがいいんだけど、昔は人手がかかったので電源の機械を作るのかとか、物を作るコストっていうのが安くなり続けてるんですよ、歴史が発生すると。なのでコストが安くなり続けてるのが社会にとって人の生産量が必要だよっていうのが、壊せる社会にした方が永続するんじゃないかなというふうに思っています。で、有限な資源って多いんですよ。で、状態によってみんなで貧しくなりましょうはいいの、そこは不安のない貧しさだ、まあ、貧しいの定義が今度は変わってくるんだよね。今は不安と感じる状況で貧しくなりましょうっていうと、それはテロリスト増えるでしょうって話なんです。